皆さんこんばんちは。主役の小町だぞ。編成のユフインのノリだぜ。通常の165系です。運送の VSE と申します。ということで、この動画を見てくださっている方にまずは一言伝えたいことがありますね。当たり前ですよ。チャンネル登録者数がなんと4000人を突破しました。皆さん、本当の本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、これは非常に嬉しいな。まさかこのチャンネルが4000人突破するなんて夢にも思っていませんでした。本当に感謝に耐えない限りでございます。さて、今回はありがたく4000人を突破した記念として、今年初の新車バトルを行いたいと思います。新車バトルとか結構久しぶりじゃないですか？確か2年前の900人突破記念以来ですね。いや、想像以上に昔だったけん。さてさて、そんな4000人突破記念として、新しく導入された車両たちはこちらとなります。今回は新しく7両導入されるようですね。なんか通勤電車が多い印象だな。あと最新車足車両も多いイメージもありますね。という感じで、出場車両の紹介も終わったので、早速4000人突破記念企画、今年初の新車バトルを始めていきましょう。始めていきましょうか。それでは、記念すべき4000人突破記念の新車バトル、1戦目でございます。なんか久しぶりに立体コース見た気がするわ。でもなんかほぼ平面式な気もしますね。確かに地面地帯は衝突箇所1箇所しかないからね。さて、そんなことを話していますが、今のところ目立った動きはなさそうかな。てかコースがそもそも7両用の規模じゃない気がするのだが、と思ってたらそうでもなかったみたいだな。初戦はある列車の脱落からスタート。画面下でもすごい激闘になっていますね。ただしかしどちらとも勝利を譲らなかった様子です。あっとでも数秒後にスーパービュー踊り子が福都新線を撃墜。阪急先生を倒せなかったのが悔しかったのでしょうか。だとしたらほぼ八つ当たりじゃないか。怒らせたら怖いパターンの方ですね。おっと、今度はハローキティが脱落しました。唯一の新幹線もここで脱落しちゃいましたか。さて、いい感じのペースで車両数が減っていきますね。おっと、さらに阪急線系がすごい体勢に。え、ちょっと待って、北斗逆走してないか。本当ですね。いや、初っ端から美味しすぎるけん。さて、そんな北斗のお相手はまさかのスーパービュー踊り子。何よりの激輪に触れそうで怖いんだけど。さて、展開が予想外すぎて、もう半蔵門線だけになっちゃいましたね。さあ、もう特急同士のいざこざを止めれるのは君しかいない。半蔵門線、どうか彼らの仲裁役を担ってください。仲裁役。ちゃんとフラグ回収してて草。残りの半蔵門線も戦闘不能に陥っちゃいました。さて、ちょっと様子を伺うために近づいてみました。まずは特急組の喧嘩を収めさせます。それにしても初っ端から逆走はびっくりだな。北斗さん初戦で名場面を起こしてくれましたね。さて、そんな波乱な試合となった1戦目ですが、ちょっとこれはきっちりしなさすぎて全く判定が決めれないので、この試合はドローにしたいと思います。にしても初っ端からなかなかカオスな試合だったな。それは間違いない。もうネタに走りそうな車両ばかりですよ。ということで、4000人突破記念新車バトル、2戦目見ていきましょう。さて、初っ端から面白い名場面が生まれましたね。次はどのような進展を見せてくれるのか非常に見どころだな。さて、スーパービュー踊り子もコースに入ってきたので、ここで出場車両全員入場できましたね。さあ、今のところは特に何も起きてないようでしょうか。まあ1戦目の序盤はそんなに進展しなかったし、もう少し待ったら誰かしら動きを見せ始めると思うぞ。ほら、こんな感じに。あら、ま、ほんとですね。まずは阪急線型の脱落からスタート。さらにハローキティも脱線してしまったぞ。別の地点ではある列車が半蔵門線を撃破しました。あっと、しかし数秒後に福都新線の特攻を喰らい相打ち。これぞ敵討ちってものだな。東京メトロコンビの絆は計り知れないですねー。さて、そんなこんなでいつの間にか2両になってしまいました。しかも残った2両は1戦目で大喧嘩した2両同士の戦いです。なるほど、通りで長い睨み合いが続いてるわけか。ということは、これで喧嘩と試合もどちらが制するかが決まるようですね。倍速もここで終了しました。なんと、ホットがまさかの脱線。やっと急めか。台車は8の字ポイント通りづらいもんな。これはスーパービュー踊り子さんにとってはかなり好都合な状況ですね。さあ、果たしてとどめを刺すことはできるのでしょうか。これも中途半端。あんまりしっかりとした決着にはならなかったみたいだな。まあでも、これは1戦目と違って勝者は決めれそうですね。ということで、2戦目は最後まで走っていた短期の子、スーパービュー踊り子の勝利でございます。ついにこの特急同士のいざこざにも終止符を打てたか。さあ、この試合もついに最後を迎えました。ラストの3戦目でございます。おっと、もう3戦目か。なんか展開のスピードがかなり速いですよね。さあ、阪急線系から入場してきました。
やっぱりせっかく4000人突破記念の新車バトルですので、ラストは明確な決着が見たいところですね。あっと、そんなことを話していたら早速進展が。まずは2戦目の勝者スーパービューオドリコがカウンター攻撃を食らい切ってしまいました。そういえば今回初めて3分岐ポイントもコースに組み込んだらしいけど、もしかしてこのレールってカウンター攻撃とかしやすいのか。確かに意外とその箇所はカウンター攻撃が主流ですよね。いつもリさんみたいな車体にはかなり攻撃に有利な設計になってそうですよ。なんだ今のは。なんとほぼ同時のタイミングでメトロ兄弟が集中攻撃を浴びせられる。いや、偶然という言葉で片付けていいのか疑うほど同時だったぞ。まさかこれは一つの戦略だったのでしょうか。さて、そんな作戦自体は成功したものの、ハローキキが脱線しちゃいましたね。あ、これ詰まるパターンなんじゃないの。ある列車さん結構悩む位置に詰まってしまいましたね。あっと、なんとホットさんがハローキキの妨害の犠牲者に。結構勝利候補の一両だったので非常に遺憾ですね。さて、早くも残りはこのチャンネルでは唯一無二の阪急電鉄、阪急線系のみになりました。やっと初参加でちょうどラストの試合だし、何かしら爪痕を残してほしいところだな。さて、倍速もここで終了しましたね。おっと、あの先般のハローキキを倒すことに成功。まあ一応これで第1ラウンドは攻略できましたね。さて、第2ラウンドのターゲットはある列車ですが、阪急線計算はどう対処するのか注目ですね。まあなすすべがないと。やっぱそうですよね。まあでもこればかりはどうしようもないのでしょうがないでしょう。それでは判定の方に参りますか。さてさて、問題の箇所まで近づいてみます。まあでもこれはほぼ大勢判定で決まりそうですね。おっしゃる通りですわ。ということで4000人突破記念バトル最後の試合、ラストに勝利を飾ったのは阪急線系となりました。阪急さん、おめでとうございます。という感じで今回の動画はいかがでしたでしょうか。というわけで、改めましてチャンネル登録者数4000人突破、本当にありがとうございます。ここまでバトレーラーとしての活動を続けてこられたのは、今画面を見てくださっている視聴者の皆様の支えのおかげだと強く実感しています。まだ大運動会開催中などと最近企画が渋滞してしまっていますが、これからもプラレールアタックをよろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえば新車たちの件で企画気になったんだけど、今後の大運動会には今回の新車たちは参加するのか。そういえばそれも気になりますね。もう大運動会も始まっちゃってチーム分けも完了しちゃったから、残念だけど今回の新車7両は参加しない予定ですね。了解だぜ。まあでも初っ端から新車たちの個性が非常に明白になっていたので、大運動会終了後での活躍がかなり楽しみですね。ある意味楽しみだよな今回の車両たちは。右に同じく。さてという感じで、そろそろここで4000人突破記念新車バトルの方を幕を閉じたいと思います。というわけで、ここまで見てくださった視聴者の皆様、ここまでご視聴ありがとうございました。